ニコニコハロー、ゆうです。はい、あきらちゃん。はい、あきらあの、挨拶いい、できる。はい、はい、どうぞ。あきらです。かわいい。あのさ、はい、この間思ったんだけど、はい、あきなって名前さ、はい、中森あきなって知ってる？あ、知ってます。字も一緒だよね、あきな。一緒です ね。え、お母さんが、うん、で、あ、そうなの。お母さんが好きなんだって。あ、だからそのまんま、そのままつけられました。でも みんなもさ、中森明菜世代なのかな。多分そうだと思うね。そっか、でも可愛いよね、明菜って名前。いら、羨ましい。ありがとうございます。はい、さっきね、明菜ちゃんからちょっと衝撃なあのことを言われまして。で、って思ったんだけど、そう、あ、じゃあ、そ、な、何言われたかまず言ってもらっていい？はい、ちょっとオナニーも覚えたいなと思って、うん、すごい成長。私でいいんですか？はい。あ、でもね、あの、言ってなかったけど、私ね、この HH 歴、うん、8年ございます。うん、反応薄いね。うん、なので、教えて差し上げましょう。お願いします。何でもいいんだよね。今日なんか、そうだ、あのね、そのまんま来てくれたから、あの、はい、職場っていうの、うん、仕事帰りです。で、お仕事帰りで来てもらったから、そのまんまね、パンスト履いてますし、はい、あの、パンストフェチの方もね、はい、たくさんいらっしゃるの、ゆうの、あの、視聴者さんの方ね。だから、じゃあパンスト越しでやってもらおうかな。はい、はい、おもちゃがね、ゆうのお家に結構あるのさ。おもちゃも使ったことないよね。ないですね。そうだよね。選んでもらいます、今から。はい。いい？はい。まず、絶対行かせるローター。はい。っていうのと、はい、絶対行かせる電話、はい、こちらの2つがございます。はい、はい、どちらがよろしいでしょうか？どっちも気になります。なるほど、そういう選択もあるね。ってことは、どっちも試したいってことだね。そうですね。あきなちゃん欲張りだね。うん、じゃあ分かった。はい、やってみますか。はい、ローターと電話、はい、じゃあどっちが気持ちよかったかを最後に、はい、感想を聞かせてください。はい、自分で撮るか、はい、自分でアングル変えて。できそう？できないと思います。できないですね。ですね。じゃあ、私撮っていい？はい。